はい、こんにちは、ゆっくりチャンネルです。今日は何をしていくかというと、今編んでるものの紹介と、まあ、いつも変わらないんですけど、そう、少し今日は時間があるので撮っていこうと思います。まずね、メルカリで購入したものを紹介します。じゃーん、こちらです。このね、ちょっとレトロな感じのカットクロスです。またこれがさ、かわいいしさ、こんな感じでね、カットされてて、結構小さいですね。4センチ角ぐらいかな。かわいくない？で、素晴らしいことに、見てこれ。もうね、線が引いてあるの。めちゃくちゃありがたくない？これで、これ多分スタンプだと思うんだけど、パッチワーク用のこの四角のスタンプが売ってるんですかね。結構ね、探したんだけど売ってなくて、売ってるとこがあれば教えてほしいです。で、こんな感じね、すごいかわいい。布もね、結構かわいいの。私の好みの、なんかちょっとサーティーズっていうのぐらいの布が可愛くて買っちゃいました。ちょっとしたもの買う、こういうの幸せこういうの幸せじゃない？なんかね、ちょっとしたものめっちゃ可愛いんだけど、カットクロスがやばい。ね、何作ろう。でもね、ピースの小さいのにしたから、小物にね、使いたいなと思います。はい。これはね、パッチワーク習ってた時のちっちゃなお財布というか、私今これ、薬を入れて使ってるんですけど、こんな感じで。私はね、自分が持ってるものは黒ベースのチェックとか入れてて、この先染め布、先染めカットクロスを使って作るのがとても好きで、でもあんまり売ってないんだよね、この先染めって今。これもこんな感じでチャックね、してて。すごい可愛いでしょ、これ。このね、花とかがね、出てくる、こういう布が好きで、これがなかなかなくて大切に使ってます。これは、このウッドビーズをここにね、つけてサクランボに見立てた、ちょっと立体になってんだけどね、ここ。そう、サクランボに見立ててウッドビーズをつけてます。うん。こういうものをね、結構ね、教えてもらったらまたお家で作ったりして、ました。かわいいでしょこれ。結構気に入ってて、すぐできるし、だからこのチャックもめちゃめちゃ買ってあるんだけど、最近全然やってなくて、この間ね、パッチワークの先生にお会いして、やっぱりね、パッチワーク熱がね、再開したっていうか、この先生の作品を見るとまたやりたくなるんですよ。で、先生は今アメリカンカットクロスなんていうのにハマってるって言ってました。アン&アンディとかのね、あの柄の。そうだからね、またちょっとやりたくて買ってきました。どうしても縫い物ってハードルが編み物より高い気がして、常に何、机の上に出てるわけじゃないし、この柄をね、合わせて何、ここに並べてもそのまま置いとけないし、崩れちゃうからね、色合わせした後に写メ取って、マスキングテープで固定してってやってるんだけど、机がね、そんなに広くないから、結構編み物だとね、パーって取ってやめてもさ、
別に外れちゃったりくちゃくちゃになることはないから、なんか曜日で決めようかな。この何曜日はパッチワークするとかねって感じで、パッチワークカットクロスを買いました。あともう一個どうしても欲しかったのが発売されて大至急買いました。私がいつもね、メルカリでフォローしているショップの方、編み物大好きさんとヘレさんとビビアンさんが、だいたい毛糸を買うときとか毛糸の針をね、編み針を買うときにはそちらの方からねフォローさせていただいてるので買うんですけど、こちらね、レラーナって読むのかな、レラーナだよね多分。でこのなんとかソックハッピーバースデーって、このシリーズのもう一個欲しいのがあったんだけど、まあこれピンクとか入ってるし黄色も入ってるし、すごい可愛くて買っちゃいました。こちらのね色番がね1702番です。もうちょっとピンクいのもあったんだけど、こそっちはもう売り切れちゃってたので、こっちのちょっとね水色も入ってる感じの糸です。こちらを買いましたね。可愛いでしょこうなるので、 75% がスーパーウォッシュウールで、 25% がポリアミド、 100g 420m です。これも可愛いの、もうねこれすごくなんか色合い似てない、こういう色好きなんだよね多分こうやって並んでたらすごい可愛かったから、はい、これがね最近購入したものです。そして完成したよ靴下片っぽ。ほらちょっとまだ水通ししてないけど、ちょうどねこのかかとから上のこの辺りにボーダーでピンクと紫が入る感じになりました。はい、で1個編んだらすぐに始めること、それはですよ、それはすぐ次を編み始めること。靴下これが大事靴下これが大事で、そう手袋もすぐ編み始めないともうやりたくなくなっちゃうので、もうこういうのが来ると次編みたくなっちゃうから、そうもう始めてます。ここからここ何センチなんだ、そうなんかね今輪針セットがどうしても欲しくなってきて、すごい整理してたらもうくちゃくちゃで、なんか何が何号の何センチがあるのかとかすごい被ってるのもあったし、びっくりしちゃって、なんかそれでこれぐらいのねくまちゃんのポーチに入れたら結構ごっそり入ってて、なんかもうちょっとすっきりこう何編み針を整理したいなって思ってる今ね。だからねソックニッターまゆみさんのね動画とか見たり、アミチクラボさんのやつ見たりしてちょっと悩んでる。短い針でも短いこういうもの編むんだったらさ、持ちショートでもいいみたいなこと言ってたから、長いのじゃないと編みにくいと思ってたけど、そうでもないのかな。で、あとがこちらね、そうこれはよいしょ、ワールね、と素敵にハンドメイドの、まだ編んでるのって感じだよね。なかなか進まない、これ一個ずつ見ながらやらなきゃいけない、覚えられない、ここなんてちょっと不規則なんだよねこの柄がこっちは覚えれたんだけど、ここね水玉になるとこは、これね親指やナビツイートで編みました。でこっちは右手用ですね、こんな感じ、かわいいね、かわいい、こういうね花の中心に赤のちょんちょんが来ました。第2回目のまだもう1回来るから、あとこれの倍ぐらいあるかな。でも進んでるよ、ちょっとずつち
とずつちょっとずつ進んでるよ。ただちょっとなんかきついんだよね。網加減かな。こんな感じです。まあまあこれはね、まあぼちぼちやります。もう次のね素敵にハンドメイドが発売されちゃうけどね、もうすぐで。あと10日で発売されちゃうけど10日でできる気がしないんで、まあ、これはいいや、ぼちぼちやります。あとそんな中ただ黙々と編めるものをもう一つ編み始めました。これはね妹のね誕生日で、じゃあ妹の誕生日じゃない、私の誕生日の日にもらった糸のもう片方ですね、2つもらって、グレーの方とちょっとこっちのネイビーの方もらったんですけど、うん、これでね黙々と編める今帽子を編んでいます。これさ輪針だからさ、その40センチの輪針でずっと編めばいいのにさ、マジックループの癖でさ怖いよね、ギューって引っ張ってさ、これそのまま輪なのにこっちがバラバラって外れてさ、いやマジックループじゃないしこれと思って焦ったと思って、つい引っ張っちゃうのね終わった方をさ。でちょっと柄が出てきたかな。でもね私この輪針、それこそね輪針セットが欲しいって言ったのはちょうどいいのがないの。これ7号の40センチなんだけど、多分ね7号じゃ大きすぎるんだよね。え？いいのか？これ6から7って7でいいってこと？ん？合ってんのか？合ってるかな？うん、じゃあでもなんかすごい緩いのね。ゴム編みもさ、ゴム編みをなしてない感じで、まあ、あんまりねヘアスタイル崩したくない人にはいいかな。で柄も出てきて、手袋とはちょっと違ってね、ここのピッチが幅が広いからシュッとこうスマートになってますね。かわいい。ただこの糸もうさ、ここまで編んだ時点でまだ半分以上あるんだけど、もう2回もね糸のね縛ってるとこが出てきて、うんって感じ。手袋の時はなかったのにさ、ほらほらね、こういうとこ出てきた。まあでもこれはただ黙々と編めばいいので。あとねこれ東京に行った時に1個紹介し忘れてたんだけど、なんか袋の中からポロッと出てきて、このリング、メカズリングっていうの、私これ今までね邪魔じゃないものとか言って丸カンでやってたんだけど、丸カンだとここさ継ぎ目があるじゃない、継ぎ目があるとこにさ糸がたまに引っかかるから、これ買ってきたの紹介し忘れてて、ただの輪なんです。これ便利、引っかからなくてとてもいいです。うん、確か何個か入ってて500円ぐらいだったと思うんだけど、あまりにも軽すぎてね袋の下の方にあっただから早速使ってます。はい、ということで今日は特に何の話もせずオチもなく終わりたいと思います。あとね今ね注文したものがあって、ウォールナッツ京都さん、アミリスさんで買ったものがあるので、そのうち届くと思います。そちらも楽しみに今待ってます。なので福袋的に、今年はね湯沢屋さんのノロケイトの福袋を予約したことだけだね、福袋は。でやっぱり自分の欲しい糸をちょびちょび今年は買おうかなと思ってて、で3つずっと待ってたこれが入ったからこれも買ったし、あと
今日欲しかったモンディムのグッときた糸があるんですよ。でそれも頼んだので久しぶりにモンディム買っちゃいます。はい、またそちらもね次回動画で紹介したいと思うのでお楽しみにお待ちください。あ、そうそう、娘がさ結構編めるようになってきて、学校でね先生がもう今高校3年生だから授業もねやらなくていい授業とかも出てきて、その中で先生が教えれるものをね娘に教えてくれるんだけど、編み物もその中の一つで、まあ、提出課題みたいなものもちょっとあったりするんだけど、その雪ログさんだったかな、なんか娘が見た動画が雪ログさんって方の YouTube で熊のポーチを編んでいて、その熊のポーチをコツ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 ずっと細編みをしていたんですよ。やっぱり細編みが練習になるっていうか、その増し目、それもさ最初から楕円の増し目だよ、円の増し目じゃなくて楕円からスタートする増し目のさ、難しくないあれ私もう何増し目したか分かんなくなっちゃうんだけど、あれそれがまだ全然始めて1ヶ月2ヶ月でそのポーチを形に仕上げたんですね。クマさんの耳もつけてお花もついて目も刺繍してみたいな、で巾着にシュッてなるんだけど、それが完成して、で先生は完成したら先生それ欲しいみたいな気軽に言ったらしいんだけど、娘はねいいよみたいな感じで、編みたいだけだからみたいな、なんか私みたいなとこあって、編みたいだけだからそれをどうこうしたいわけじゃないみたいな感じで完成したものを持ってって、そしたら先生めちゃくちゃ喜んでくれたとか言って、もう一緒に写真撮るとか言って、写真も撮ってくれてとか言って、もうずっと大事にするって言って、そういうのって大きいじゃないですか、あげた相手がすごい喜んでくれるって。で私が初期の頃見てたのやっぱハッピーニッティングママさんとかミータングさんの動画をめちゃくちゃ見てたんですね。メモしながら、かぎ針全然できないのにメモしながら、あの同じものを編みたくて、なのでそのハピママさんの本も持ってるし、ミータングさんの本もあの持ってるんです。もう多分見なくても編めるんだけど、なんとなく私のバイブル的な方たちなので、どうしてもその書籍は取っときたくて買ったんですね。 でその本の中から今度はね、あの写真に、あの本を持っていくのが重いから写真にコースターみたいなのの編み図を取って学校に行ったんだけど、ほとんど教えてないのに30分ぐらいでその学校でそのコースターが編めたらしいんですよ、モチーフの。でそれでまたそれ持ってきてくれるのかと思ったら、もうあげちゃったとか言うし、友達にあげちゃったとか言って見せてほしかったんだけどとだけどなんか私的にはすごい嬉しい、その嬉しいことで、ああこう言って娘が編み物してくれるのって嬉しいんだなって自分で思って、同じ趣味があるっていいよなと思って、私は母親がそう思ってるとは思ってないけど、私は娘がそうやって編み物ハマってくれたりすると嬉しいから、もしかしてうちのお母さんも私や妹が編み物をして楽しんでるのすごい嬉しいのかなと思って、なんかそんなことがありました。すごく嬉しいです。そうで、これさリサイクル、私たまにリサイクル行くんだけど、このねケイト雑貨ストアーズのめちゃくちゃ細いねこのレース糸みたいなのがね100円で売ってて買っちゃいましたね、これ思わずで細すぎて編めないから、これ値札とかなんかつけるときに紐とかにしようと思って今2階に持ってきました。この羊が可愛い。はい、ちょっと余談入っちゃって長くなりましたが、最後までご視聴いただきありがとうございました。ゆうかりチャンネルでした。
またね、バイちゃん。今日は誰もいないテンションでした。カラス鳴いてる。